皆さんこんにちは、ハリーです。ポッティーラッシュ楽しんでるかーい。今回なんですけども、じゃあみんな神アップでの真骨頂はこれだよ。早速やっていこう。まずはこちらを見てください。アップデートのお知らせというところの一番下に、なんとこちら、一部の特性の説明を修正しましたっていうのがあるんだよね。よろけ無効状態およびよろけ無効短縮状態の時、お宝旗ダッシュ中に敵から攻撃をされても旗ダッシュが解除されなくなったっていうのがつきましたと。やばくない？みんなこれもう一回言うよ。よろけ無効状態の時およびよろけ無効が短くてもついてる時っていうのは、お宝ダッシュしてる時は敵から攻撃されても旗ダッシュが解除されなくなったっていうことで、よろけ無効の能力をつけちゃえば、通常攻撃である2発目か3発目に来てるダウン性能を持った通常攻撃とかじゃないと旗ダッシュが剥がせなくなったっていうことなんだよね。やばくない？これめちゃめちゃやばいよね。ということで、何が言いたいかというと、これによってロジャーのよろけなくなるっていう特性の時に、旗ダッシュの旗を掴むと昔の別れ入りみたいな感じでダウンする性能の攻撃じゃないと基本は旗を外さなくなったんだよね。ロジャーもやばいし、もっと現環境で活躍できるキャラといったらこの人、四季。四季もさ、よろけ無効状態っていうのがつくじゃん。スキル2を使うとよろけ無効状態っていうのがつくんだけど、このふざけるなを使うとほぼ確実に旗ダッシュができますよってことになったんだよね。やばくないかこれ。マジでやばいぞ。よろけ無効状態になっちゃったら旗ダッシュし続けるっていうことなんで、基本的によろけ無効状態のキャラクターっていうのはみんな旗ダッシュが強くなった。やばいねこれ。めっちゃすごいねこのアップデート。これによってよろけ無効のキャラクターっていうのが一気にレベルが上がったよね。っていうことは戦国とかもそうだよね。自分がダウンした時に自分によろけ無効状態を10秒間付与する、こういうのも旗ダッシュができやすくなるってことでしょ。え、マジで？ちょっと試してみよっか。はい、オッケー。ではまずよろけ無効状態をつけましたと。でこれで旗ダッシュが取れないみたいなこと言ってたから、とりあえずこれ握ってみて。これ取れないんでしょ？ダウン性能がないと取れないらしいから。あ、よろけ無効取れちゃった。ちょっと待って、ちょっと待ってね。はい、旗ダッシュ取りたい。あー、またダウンしちゃった。あれ、ちょっと検証できないんですが、これ取って通常攻撃受けてもよろけない、旗ダッシュ取るの本当だ。すげー、旗ダッシュ取れなくなった。さあ、ということでみんな見てみたんだけど、どうだった？よろけ無効状態の時は旗剥がさなかったね。すごい。あんな感じでバトルの終盤になってアタッカーが握っても旗ダッシュで勝てるみたいな、ワカレイリーの性能が常備されたってことだよね。すごくない？それ、いい機能がついたね。ということで、これが実は言っていました神アップデートの真相でしたと。いや、みんなどうだった？いや、結構嬉しいよね。ということで、みんなよかったら参考にしてみてください。これからもね、いろんなキャラ使えるようになったということで楽しみになってきました。バウンティラッシュ、今回のアップデートは初心者の人が増えたということでね、その初心者用の使いやすくなったアップデートだったんじゃないかなと思うので、まあ、よかったらね、これからもバウンティ一緒に楽しんでいこう。では次の動画でお会いしましょう。ではまた。いや、これはいいね。